もうショーのアナウンサーが大ファンで、本当に毎回毎回出てます、はい、ドキドキしますよ ね多分ね、ショーナさん、はい、次のお料理コーナーに行きたくないんじゃないかと、このままずっとここにいたいんですが次にそんなわがまま許しません。笠原雅弘先生です、よろしくお願いします。調子いいですね。そうですか、そろそろなんか言葉が出てきた。先生とお料理一緒に。ここ来た瞬間急にどんよりしました。そんなことないですよ。先生のお料理も本当に楽しみです、はい、よろしくお願いします。さあ今週のテーマはお手軽&早合わせレシピということで、今日のお料理は、はい、今日はホタテ団子の春色スープを作ります。いいですね、はい、和食ではですね、エビやホタテなどを団子にして食べる新醸という料理が、ね、はい、ありますね。で本格的に作るとすごい手間がかかるんですけれども、今日はそんな和食のお店のお料理をご家庭で簡単に作れるように早業をご紹介します、はい、はい。それでは今日のお料理の見どころ、題して今日のポイント1、すり鉢いらずお手軽すり身。2、春野菜、春色野菜でワンランクアップ。では先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まず今日の主役はホタテの貝柱ですね、はい、はい、これをですね、今日はこのポリ袋に入れて、うん、麺棒で叩きます。なるほど、叩いちゃうの、はい、叩いちゃいますね。ホタテの貝柱8個分ですね、はい、今日は、はい、4人分です、ね、貝柱ですね、はい、うん、でこれを、まあ、麺棒とか、まあね、なければああいうビール瓶とかでもですよね。なるほど、叩いて、まあ、こうするとね、すり鉢やフードプロセッサーがなくてもこうお手軽簡単にペースト状になりますね。なるほど、ストレス解消にもいいと思いますね。旦那の顔描いてる、はい、こうね、しっかり潰してペースト状にしておくことで、うん、後で団子にしやすいです。なるほど、うるさいですね、これ、ね、叩きながら、ね、大丈夫です、声聞こえてます、はい、これは切るよりもやはりこうやって潰した方 が、 これが、うん、こう叩いて潰すのが一番いいですね。なるほど、はい、このぐらいまでペースト状に仕上げます。はい、好みです。ではここからショーのポイント1番、はい、お店でですね、新醸を作るときっていうのは、こう白身魚のすり身とか、はい、あとエビなんかをね、こう卵や山芋と合わせてすり鉢でしっかりするんですけれども、はい、ご家庭だとめんどくさいですよね、うん、で手軽に美味しくできる、今日ね、はんぺんを使います。はんぺん、はい、1枚です。はんぺんを使いますね。食感似てますね。これね、手で潰します。手で潰します。じゃあ篠さん、出番です。はい、出番です。私の手洗った、潰しちゃいます。手洗いましたちょっと手洗わないキャラやめてください、本当に本当に洗ってます。ちゃんと石鹸つけてしっかり洗ってます。お料理コーナーをね、はい、やる上でね、そうですよ、しっかり洗ったキャラはないですよね。はんぺんはね、こう柔らかいですから、はい、手で簡単に潰せますね、これね、ですり鉢もいらないですし。なるほど。でね、魚のすり身にこう山芋などがもう入って、ね、加えたものなんで、あ、そっか、もうこれだけで手軽にすり鉢ですったような滑らかで美味しい食感になるんですね。なるほど、こうやって柔らかいですからね、本当に簡単に潰すことができますね。ショウノさんでも潰せますね。はい、私でもできますので、ね、はんぺんを、ね、こう潰してからこのホタテを入れると混ざりやすいので、もう本当によく潰してください。はい、もうギュッと、ギュッとぐちゃぐちゃにしていいです。はい、わかりました。なんかはんぺんをこんな形にするなんて珍しいですよ、ね、いいですね、今日はね、ストレス解消になりますね、はい、今日はね、はんぺんを使うことで手軽にできます、はい、じゃあそこに先ほどのホタテを加えますね、はい、でもね、先生の料理本当に美味しいから、そうなんですよ、買いまくりで、とうとう年間購読申し込みました。ありがとうございます。ありがとうございます。来るたび感動するんですよね。ありがとうございます、ね、簡単にできるし ね、ポイントがね、分かりやすいんですよ。そうなんですよ、味付けもいいですしね。そうなんですよ、料理がね、美味しくないとね、これ顔では水嶋博君にかなわないですからね、まあ、何をおっしゃいますか。とても引きずるタイプ。どうも元気ないなと思ってちょっと後で裏で裏で言ってんだ。ショウノさんが一生懸命こねてくれた、はい、ね、ホタテとはんぺんに、まず卵黄を加えますね。1個分です。卵黄と、片栗粉、片栗粉が大さじ3入ります、はい、たっぷり入りますね、はい、あとお塩です、小さじ2分の1です、はい、このね、片栗粉で弾力が出てね、もちっとした食感になるんですね。でこの卵黄は種をね、締める役割で、まあ、つなぎですね、要はね。なるほど、なるほど。卵白の方は入れないんですね。卵白は今日は使わないです、はい、やっぱり片栗粉でもちっとね。でここでまたもう一回手でよく混ぜてあげるのがポイントですね。今日手洗いました。僕はもう散々洗ってますよ。散々、うん、もう手が溶けるぐらい洗ってます。でも色も綺麗ですね、卵入れるの、ね、黄色くて綺麗になってきましたね。本当に菜の花みたいです。はい、はい、よく混ぜました、ね、はい、混ざりました。ちょっとね、じゃあ僕ももう一回洗ってみます。はい、お願いします。今日は手洗うのポイントです。そうなんですよ、しっかりと洗った方が次の段取りに行きやすいですから ね、やはり手汚れたままだとちょっと扱いづらいので。そうですね、すみません、はい、じゃあ洗わせていただきました。続きまして、はい、ではね、スープを作っていきますね、はい、今お鍋にだし汁が入ってます。5カップです。
ここに醤油とみりんを入れますね。大さじ3ずつですね。はい、醤油とみりん入れます。醤油とみりんが入りました、はい、そしたらこちらにこの種をね、団子状に成形して入れていきますね、はい、ちょっと沸かないな。ちょっと沸かしますか。ちょっと沸いて、沸いたところに入れてた方がいいですね、はい、味付けをして沸かしていきます、うん、あ、まあ、沸いてきましたね、大丈夫ですね、はい、そしたらまあよくやるこう、ね、手でこうお団子にこう丸めてあげて落としていきますね、こういうふうにね。ちょっと見て、見て、はい、ぜひぜひ近くで。でね、はんぺんはね、あの茹でると膨らみますので、少し小さめに成形していってあげてください。そうかそうかそうか。あ、本当だ。手で握って。はい。で、味をつけた汁で煮ることで、はい、団子にもほんのり味がついて美味しくなりますね。むぎゅってやる時のポイントはありますか、先生？まあ、こうある程度の量を握ったら、この親指と人差し指の間にね、ニュッと出して、うん、で、これをこうやって切るとお団子になります。もう一回やってください、もう一回やってください。この動きですよ、この動き。これをまあ1日1万回はやってください。そんなにやりますか。そんなにやる。そうすると上手になります、はい、じゃあ翔野さんもやっ やっていきましょうか。中国小籠包屋みたいな、ね、やると上手できるかな。あ、翔野さん、これね、柔らかくて気持ちいい、はい、もう一回やって、翔野さん。子供の年齢の時もうちょっとこう、もうちょっと丸い方がいいですね。もう一回、もう一回翔野さんやって。はい、オッケー、はい、このまま頑張ります。このまま頑張って、はい、2、3分だいたいこの後煮ていきますね。そうですね、煮てってください。それでは団子がいい感じになってきたので、これ一度取り出しますね。こうあの火が入ると浮いてきますから、ね、一回ちょっと取り出しますね。ふっくらしてますね。ふわーんとしたお団子ですからね。いい色、本当ふわふわしてますよね。ふわふわですね。ふわふわだからまあ乱暴に扱わないように、ね、丁寧に取り出していきましょう。そうしましたね、はい、まず先にじゃあこのお団子だけ器に持っておきましょうね、はい、器の下の方に。どうしても鍋で入れっぱなしにしちゃうようなね、一回出した方がいいんですかね。そうなんです、ちょっとこの後の、ね、作業的に一回こう出してあげた方がいいですね、はい、はい、取り出して盛り付けたところで賞のポイント2番です。はい、こう先ほどホタテ団子を煮たこの煮汁を、ね、スープにしていきますね、うん、でここに野菜を加えるので一回出したんですけども、まずレタスです。いいですね、レタス、レタスは5ミリほど切っています。この時期美味しいですもんね。そうですね、うん、でトマトです。トマトをざく切りにしたいですね。はい、これも生のトマトですね。生の、そうですよ。ここには、ね、ホタテの美味しい出汁が出ていますので、このままでももちろん美味しいんですけれども、ホタテが、ね、今日優しい味ですのでね、うん、レタスとトマトのようなこうさっぱりした野菜がすごく合うんですね。なるほど、はい、このレタスのさっぱり感とトマトのほのかな酸味がホタテの優しい味を生かしながらアクセントになるんですね、はい、お団子が美味しく食べられるワンランクアップのスープになります。はい、トマトね、でこうレタスね入れることでホタテ団子がこう柔らかい食感ですからね、こうシャキシャキの食感がこう美味しいと思うんですね。こうね、食感が違う、ね、あんまりじゃあ長い間火にかけない方がいいですね。そうです、もうサッとでいいですよ、はい、もともと生で食べられるお野菜ですからね、両方ね、はい、ということでホタテの優しい味にさっぱり野菜が合う、これが賞のポイント2番でした、うん、そうしましたね。少しとろみをつけていきますね、ここにね、はい、水溶き片栗粉です。水溶き片栗粉でとろみをつけます。どのぐらいとろみつけたらいいんでしょうか。今日はね、軽くでいいですよ。ほうほうほう、スープですからね。そっか、そうですね、あんまりとろみつけすぎるとあんかけみたいになっちゃいますからね。うん、とろ少し軽くとろみをつけることで具材と絡んでスープもしっかり食べられるようですね。なるほど、片栗粉大活躍ですね、今日は。大活躍ですね、うん、ね、家にありますからね、便利。翔野さん片栗粉好きですよね。私片栗粉大好きなんですよ。いや、ちょっとおかしい、本当に片栗粉って聞いて、僕生まれて初めて会いました。私片栗粉が好きなんですよ。本当に便利なんですよ。二言目には片栗粉、片栗粉、片栗粉が出てくると嬉しいんです。片栗粉に取り憑かれたからです。だって今日のお料理だってほら、スープもまろやかになりますし、うん、あと団子ももちっとなりますし、まあすね、翔野さん片栗粉って年何回ぐらい買いますか。まあ、僕は年間2万トンは使ってます。はい、さあ盛り付けますね。万能ネギをパラパラ。2万トン。最近特に面白いですよ。じゃあ先生のところにもらいに黒胡椒。はい、黒胡椒です。カリカリっと。ネギと黒胡椒をかけました。この黒胡椒がアクセントになりますかね。ピリッとしてね。はい、はい、完成です。ということでホタテ団子の春色スープ完成です。おお。それでは食の前に今日のおさらいです。まずは食材のおさらいから。
ホタテはポリ袋に入れ、麺棒などでペースト状になるまで叩きます。スープのレタスは幅5ミリの細切りにし、トマトはざく切りにしておきましょう。続いて作り方のおさらいです。ホタテ団子はペースト状になったホタテと手でしっかり潰したはんぺんをよく混ぜ合わせます。そこに卵黄、片栗粉、塩を入れ、しっかり混ぜたら種の出来上がり。団子状に成形し、だし汁、醤油、みりんを入れ、ひと煮立ちさせた鍋で 2,3 分煮ます。スープは団子を一度取り出したところにレタス、トマトを加え、水溶き片栗粉でとろみをつけて完成です。お味も楽しめて、うん、贅沢ですね、これ。スープもね、ホタテのいいだしが出てますからね。えなみくんどうですか。いや、ご飯に合います、これは。濃い味で、最高のおかず。美味しいですよね。